転ばぬ王子様、苦難の場所エルサレムへ入られるために、イエス様は小さな転ばに乗られました。周りでは大勢の人々がホサナホサナと叫びながら転ばに乗られたイエス様のことを大歓迎しています。これはとても不思議な光景です。ところがこの数日後にはイエス様を喜び迎えた群衆が一変して、イエス様に対して十字架につけろと叫び声を変えていきます。この群衆の中に他でもないこの私自身の姿を見つけながら、今日アドベントを迎えます。けれど未だに私は白馬に乗った王子様を迎えて、綺麗なドレスを着てお姫様のような生活を夢見るお姫様病にかかっています。遠く、とても遠くから自分の手ではつかめないところから幸せを探し求めているのです。主と共にエルサレムまで登った弟子たち、そして群衆はイエス様がエルサレムでメシアとしての権力を握ったら自分たちの夢が実現されるという希望を抱いていた人たちです。白馬に乗った王子様を迎えるつもりでイエス様に従ってここまで来たのです。しかし自分たちの夢見ていたことが実現されなくなって、今度は敵側に立って白馬の王子に見えた転ばぬ主を否定するのでした。人の弱さとは何が真であるかを見極めることができない。だから目に見える強さにこそ価値を置こうとしてしまう、そこにあるのではないでしょうか。しかし本当はそこで傷つけられ、歩みの方向を失ってしまい、さまようところがまたそこであることを知りつつ、なおも私たちはこの世の強さを必ず求めてしまうのです。そういう私たちでありますが、救い主のお生まれを待つにふさわしいものとされました。あの転ばが主のエルサレム入場に用いられたように、私たちは主の言葉によって悔い改め、主の来られる道を備えることを許されているのです。このアドベントの時を遥か遠くにある幸せを求めて宙に浮いた歩みをしていた、そこから立ち返る時として過ごしたいです。転ばに乗られる方、そして人々に裏切られて十字架につけられたその方こそ、私たちの心に迎えるべき方であり、私たちに誠の生を生きるように導かれる方であることを悟る中で過ごしたいのです。